うちの会社は、社員食堂とか休憩室等のない、小さな営業所。なのでお昼ご飯は、お弁当派と外食派に分かれる。私は、お弁当と外食半々って感じ。同僚のデブさん、仮名は外食派。お弁当のない日は、デブさんと一緒に外食していた。が、ある時期からデブさんと外食するのが嫌になって、お弁当のない日は、出勤時にコンビニで何か買ってくるようにしている。会社の周りには、あまり飲食店がなくて、行く店は、だいたいいつも同じなんだが、そこでデブさん、いつもお子様ランチを注文する。お子様ランチを大人が注文しちゃいけないって法はないってのが彼女の持論。お店から NG って言われたことはなかったんだが、学生時代にファミレスでバイトしてた時、あれは採算度外視のサービス品だって聞いたことある。いつも行く店だから、一回ぐらいならいいかも、だけど、毎回それってどうなの？以前、お店に悪いからやめなよって言ったら、上記の持論に加えてダイエット中だから、お子様ランチがちょうどいい量だし、本社の総務課からこれ、3L 以上のサイズの制服はないからって言われてるらしい。それなら、むしろ、お子様ランチって量の割にはカロリー高くない？って思うんだけど。そんな矢先に、メニューのお子様ランチの下に、小学生以下の方に限りますと追加表記された手書きで。それを見て、私、上得意なんだから大丈夫よね。だって、私には、デブさん、ピンポイントで書かれてる文言に見えたけどわら。そして、今まで通り注文して、ウェイトレスにサイレントで舌打ちされていた。もう、一緒にいるの恥ずかしいので、外食はやめました。